はい、森田君です。今日はですね、大人のファン講座、大人になってから始められる趣味ということで、人生の宝物になるような、そんな素晴らしい趣味のをご紹介したいと思います。まあ、大人になってから始められる趣味としてはですね、まあ、一般的には皆さん頭に浮かばれるのは、ゴルフなんかがそうかなというふうに思いますね。まあ、ゴルフも僕もちょっとだけやってたりしたんですけども、本当に大自然の中でですね、体にもいいし、本当に楽しいしですね、なんかこう数字に現れて向上心を煽ってくれて、で、まあ、まあ、上手くなっていくこう段階なんかもね、数字で分かってすごく楽しいもんなんですけども、ただもう今からご紹介する趣味に関しましては、まあ、僕はこれを50歳前から始めたんですけども、本当50歳前から始めても全然大いに楽しめて、まあ、実際に60代で始められたり70代で始められたり、中にはですね80代で始められて、まあ、やってる方は本当に今までで97歳の方もやってられるのも、これちょいちょい当たり前みたいに珍しいパターンではなくてあります。そういう皆さん宝物にされている趣味なんですけども、こちらもですね体にもいいし、あと精神的にもストレスも発散できてすごくいいですし、あとまあ美容とかですね、あとまあ姿勢が良くなりますね。まあ、姿勢が良くなるでちょっとピンとこられている方もいらっしゃるかもわかりませんけども、ズバリ何でやろう、これは社交ダンスです。社交ダンスです。社交ダンスです。まあ、社交ダンスというのは皆さんピンと来られない方いらっしゃるかも分かりませんし、まあ、テレビとかで見られてなんかちょっとこれイメージ雰囲気ちゃうなって思われる方がいらっしゃるかも分かりませんが、まあ、実際に何でもそうですけど、見てみるのと自分でやるのとはもうこれ全く違う感じで、本当に皆さん宝物にされている方が本当に多いです。で、実は本当に盛んで、僕は京都に住んでい、るんですけども、本当に毎日ですね、まあ、今日ちょっとコロナの影響があって、社交ダンス情報誌みたいなのこれ結構分厚いのがあって、皆さんそれを見て、今日はどこのパーティー行こうかみたいなことをされている方多いんですけども、本当に平日なんかですね、少ない時でも、まあ、大阪、京都、兵庫、滋賀とかで、まあ、少なくとも10件ぐらいどこかでパーティーされてますね。で、まあ、今日は多いなという、まあ、土日なんかで言うたら本当に50件ぐらいパーティーあるような、そんだけ盛んにされてます。で、大体お昼から、始めて、まあ、夕方ぐらいに終わるんで、まあ、皆さんちょうどいい時間に夜のご飯には間に合うように皆さん楽しまれてます。で、まあ、ここでいうパーティーというのは、パーティーというのはこの社交ダンス業界では大体2つ大きく分けられるんですけども、本当プロの先生が開かれるホテルパーティーみたいなこの豪華なパーティーと、今言うてるパーティーというのは、まあ、一般に公民館パーティーと言われてるんですけども、大体500円から1300円、1400円、1500円で、まあ、楽しめて、関西の場合ですと大体、まあ、お茶とかジュースとかいろんなジュースの種類で、コーヒーなんかもホットとアイスがあったりとかですね、あと、まあ、お菓子もですね、フルーツがあったり、まあ、ケーキがあったり結構充実してて、まあ、僕なんかも京都のメルパルクという駅の横のところでパーティーの主催なんかもしてたんですけども、ちょっとお菓子がちょっともう一つだと、京都は厳しい方が多いんで、今日のお菓子はしょぼかったなとか言われたり、まあ、それぐらいお菓子も充実してます。まあ、東京なんかはですね、まあ、東京のスタイルの中はあんまりこう僕が行く何回か行ったところはお菓子が出ずに、でも800円やったりとかですね、そういう感じでやってられます。で、まあ、公民館といっても今ちょっとこちらに出てると思うんですけども、まあ、大阪なんかですと、中之島にある中央公会堂とかですね、こちらなんか本当に歴史的な建造物で、よくちょっと前の昔の映画ですね、なんか昭和の映画とかドラマとかでよくロケーション使われたりとか、すごくいいですね。中入ってももう天井なんかですね、ほんと50メーターは優にあるなという、こう広いところで、まあ、アールデコというんですかね、こう古い建物のいい雰囲気の中で音楽をかけて踊れるみたいな、素晴らしいですね。で、東京なんかはこちら出てますね、東京大和田に、渋谷の一等地にですね、こんな広いところあるのかと、まあ、体育館より広いですね。そういうところで、まあ、お菓子はないけれども、まあ、お茶ぐらい飲み物ですけども、まあ、800円とか900円とか、それで、まあ、あれだけ遊べるってすごいなっていう思うようなところはありますね。で、そういうところで皆さん楽しまれている社交ダンスですね。
まあ、どんな魅力があるか、今から紹介したいと思います。社交ダンスのですね、大きな魅力の一つがですね、多彩な音楽だと思います。古今東西のですね、本当名曲のオンパレードですね、あのパーティーの中ではですね、本当それこそ200年前 の, あのクラシック、こういうのの名曲もあれば、もう本当最近の最新ヒットですね、もう映画音楽も含めて、今これいいなってなんかテレビでかかっているような曲がかかって、それで踊れるというのが本当素晴らしいですね。でまあ、これは聞かれたことがある方もいらっしゃるかも分かりませんけども、社交ダンスというのは主にですね、モダン種目とラテン種目に分かれてて、モダン種目はですね、ワルツ、タンゴ、スローホックス、あ、こちら今出しますね、ワルツ、タンゴ、スローホックストロット、クイックステップ、ベイニーズワルツと、これだけありますね。でこのラテン種目ですね、こちらの方はですね、チャチャ、ルンバ、サンバ、それからパソドブレ、ジャイブというのがあります。でまあ、これ全部で10種類あって、音楽もこれに10種類いろいろ、まあ、例えば、ラテンでしたらもうロックンロールからですね、サンバの曲とか、あとパソドブレなんかはもうチャンチャチャンチャチャンチャみたいな曲で、いろんな曲がありますね。まあ、モダンの方ってワルツなんか本当にゆったりとした、浅田真央さんが踊った曲なんかもよくかかったりするんですけども、踊ったというかスケートされた曲でもかかったりしますし、スローホックストットなんていうのはもう僕すごい好きなんですけども、あのジャズの音楽なんかも結構多いですね。でやっぱり映画音楽なんかも結構多かったりして、すごくそういう、多彩な音楽で踊れるのが楽しいですね。まあ、でもその逆に言うと10種類のダンスを覚えなくてはいけないというのはちょっと大変なので、皆さんも自分はもうラテンはいいわと、モダン種目だけでするとか、まあ、パーティーの始めの方なんていうのはもう別にワルツとタンゴ踊れたらそれで十分楽しいとか、まあ、そこからやっぱりラテンの方もですね、ルンバとチャチャだけ踊れたらいいとか、ルンバ、チャチャ、ワルツ、タンゴで結構割と楽しいとか、その段階段階によっても楽しめる、自分の思考でも楽しめますね。まあ、僕なんかはですね、もういろんな音楽好きやし、いろんなダンスが好きなんで、まあ、10ダンスすべて、クオリティは置いといて、好きですね。で、年に1回ですね、京都で1月に、シニアのですね、全国大会、シニア10ダンス選手権みたいなのもあって、そんなのも出るのもすごく楽しくて、まあ、こちらなんかは、去年までですね、テレビの、金スマで、金太郎さんのライバルと名越ピアさんなんかも出てて、すごく楽しかったです。まあ、皆さんそういう感じでパーティーに楽しまれる方はすごい多いですね。まあ、社交ダンスのですね、あと、まあ、大きな特色というか、まあ、これも魅力の大きな一つだと思うんですけども、男女で踊るというのはこれは結構大きいですね。まあ、男女でする共同作業 で、まあ、言葉でもなく、ダンスという共通言語で、まあ、語るというか踊るというかですね、それがなんかすごく楽しいですね。まあ、関西を踊ってますけども、東京とかでも全然見も知らぬ方とワルツとワルツというこの共通の中で踊ったりもしますし、あとまあ海外出張行った時に夜ちょっと踊ったりちょっとパーティーやったりとかですね、まあ、あとこの間は何だったのダイヤモンドプリンセスなんかでもですね、まあ、もう連日パーティーが開かれてて、よその地域から来られた方、よその国から来られた方と言葉は通じないけどもダンスを踊れるとか、まあ、そういうの楽しいですね。でやっぱり男女で、ダンスをするということで、まあ、なんていうんですかね、まあ、独特 で、しかも僕もこれ感想がもう分かりませんけども、なんか、中学1年生ぐらいの思春期前の男女関係みたいな、まあ、女性というのもやっぱりこう男性男はすごく初めから意識小さとかしてますし、女性ももちろんそうだと思います。でもなんかこの思春期の前の感じですね、まあ、どんな感じかというたら、なんかこうパーティーでちょっとこう待ってたら後ろからこう足かっこう足をこう膝こうやるみたいなことをペーってされてペーって逃げられたり、なんかねこうまあ大人の方ですけど子供帰りする感じなんですね、こうパーティーで、まあ、そういう楽しさがありますね。でまあまあだんだん上手くなっていく楽しみとかもあったり、こうしますね。でパーティーで初めやっぱり巡り合い、こう関西では巡り合いって言って、東京なんかではミキシングと呼んでて、女性がこっちに並び男性がこっちに並び順番に当たっていくみたいな感じですね。でやっぱり誰もがですね、うまい人を踊りたい、自分のダンスを高めてくれる人を踊りたいってやっぱり思いがあって、
まあ、初め僕が踊れへん時なんかはやっぱり辛いんですね、踊るのが。で、でもそれをこう乗り越えていくみたいな。で、あとまあ普通に誘いに行ったりする時にやっぱりまあ、マナーとして受けた方がいいかもしれない。やっぱりあんまりにも下手すぎたり、まあ、向こうが疲れられたりしたら、断られたりするんですけども、そういうのも乗り越えてやっぱり自分でうまく、でそれがはっきり分かりやすいですね。そういうちょっと自分がうまくなったらまたちょっと世界が変わったりとか、そういうのもすごく楽しいですし、そういうのがまあパーティーの楽しみの一つですね。まあ、社交ダンスの魅力ですね、まあ、なかなかこれやらないとわからないので今日ちょっと伝わったかどうかわかりませんけども、今日はですね社交ダンスの楽しみ方はいろいろあって、その中の一つのですね、まあ、パーティーですね、まあ、公民館的、まあ、安いパーティーの、まあ、楽しみみたいなことをお話したんですけども、まあ、その他にはパーティーで行きますとそのプロの先生がされるまあ、ホテルパーティーですね、まあ、豪華なパーティーできらびやかなパーティーで、まあ、そこで皆さんこうデモンストレーションというのをされたりとか、フォーメーションというのをされて、まあ、それをするためにこう先生とレッスンを積み重ねてっていう、まあ、そういうまあ楽しみ方がまずありますね。で、あとまあ競技会、まあ、先ほどちょっと、シニアテンダンス選手権っていうような話したんですけども、まあ、競技会というのがあって、これはまあゴルフみたいにハンデーはないんですけども、逆にこうABCD とかですね、まあ、団体によって IEF があったり、まあ、何級で前ちょっとあったりしたりするようなレベルによって楽しめる、そういう社交ダンスの競技会があったり、それもすごく楽しいんですね。まあ、それはまたちょっと別の機会に話したいと思います。まあ、とりあえず社交ダンスすごく本当楽しいんで、まあ、今ちょっとコロナ禍でですね、ちょっと濃厚接触云々というのはあるんですけども、まあ、ちょっともうすぐねどんどんとできることを願って、まあ、社交ダンスに興味ある方とか、まあ、されている方ももちろんそうなんですけども、なんか下にコメントとか書いてもらったら嬉しいですね。で、あとまあちょっと次からまたいろんな話を社交ダンスしていきたいと思うので、ぜひチャンネル登録できる方がいらっしゃったら、チャンネル登録お願いできたら嬉しいです。では今日はありがとうございました。